レインチェック2曲続けてお送りしました。まずはカフェオレのソリスト紹介しましょう。トランペット杉桜、そして、レインチェックのソリスト、まずはバストロンボーン藤野拓実、そしてバンドマスター、今年1年間務めてくれましたテナーサックス山下翔平、そしてトランペット宮本雅之。今日は頭が気合が入ってるね君、いい感じ。後ろ一回向いてくれる？皆さん見えますこの柄ぜひぜひ休憩中近くで見かけた方は写真を撮るとよろしいんじゃないかと思います。はい、そしてですね、忘れちゃいけないこの人、ピアノフォルテ村林郁朗。はい、ありがとうございます。ここまで3曲続けてお送りしましたけども、次もですね、また2曲続けてお送りするんですけども、もう準備をしてくれていますが、次の2曲はですね、それぞれ1人のソリストをフィーチャーして1曲ずつ、2曲お送りしたいと思います。まず最初にソロを吹いてくれるのが今準備してくれている彼女、トロンボーン石木レイ。そしてもう1人フィーチャーするのがアルトサックス吉田愛。彼女と2人の共通点って何か分かりますか皆さん。2回生女子ということ以外でメンバー内で女女というのはやめてください。何か分かりますかね、この2人を見て、2人を見て知って、ちょっと難しいところですけど、分からないですよね。彼女たち2人ですね、僕の中でチーム同情と呼んでるんですけども、彼女たち2人だけがこの16人のメンバーの中で唯一じゃないですね。ユイニとは言いません、それ合奏中だけです。合奏中ね、ちょっと MC の練習してた時に、唯一ってただ1人って書くじゃないですか、ただ1人というかただ1って書くじゃないですか、それを迷った挙句ユイニって言っちゃって、僕ただ2だからっていうので言っちゃったんですけど、そんなことはどうでもいいんですよ正直。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、メンバー内にしらけさせないでください、頑張って。はい、ですね、そんな彼女たち2人ですね、もう同女性なんですけども、毎日ね、ルネ横までわざわざ通ってきてくれて頑張ってくれてという2回生女子の2人なんですけども、そんな彼女たちをフィーチャーして2曲次はお送りしたいと思います。まずはトロンボーン石木レイをフィーチャーして Do Nothing Kill You Are Here With Me、 そしてアルトサックス吉田愛をフィーチャーしてマジェンタヘイス、2曲続けてお送りします。どうぞ。
ハハハハ。